ヘーベルはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の北東部エセックス郡の北側に位置する都市であるニューハンプシャー宗教に接している2010年の国勢調査では人口6万879人だった町はメリマック側に沿っておりニューベリープランテーションから移ってきたほとんどがピューリタンの農業社会として始まったその土地は1642年11月15日に ペンタケット族インディアンから3ポンド10シリングで公式に購入した。ペンタケットという名称がヘイブリルに変更され、水力で駆動された製材所と製粉所で始まってから重要な工業の中心に変貌した。18世紀と19世紀、毛織物工場、川なめし工場、輸送と造船業が発展した。町には長い間少なからぬ靴の製造業があった。 1913年末、アメリカ合衆国で作られる靴の10分の1は、ヘーベルで作られており、そのゆえに当時は、女王のスリッパの都市というニックネームがあった。また、帽子の製造でも知られていた。ヘーベルは、アメリカ史の中で、最初の植民地入植時代から、フレンチ・インディアン戦争、アメリカ独立戦争、南北戦争と、各時代でそれなりの役割を果たしてきた。 町は1640年にニューベリーから移ってきた開拓者によって設立され、当初はペンタケットという名前で呼ばれていた。ペンタケットはインディアンの言葉で曲がりくねった川の場所を意味している。ジョン・ウォード、ロバート・クレメンツ、トリストラム・コフィン、ヒュー・シェラット、ウィリアム・ホワイト、トマス・デビスなど開拓者がインディアンからペンタケットと呼ばれていた土地の購入に役立った。この土地は インディアンの州長、パサクオとサガヒューから購入され、認可はペナコック族の州長、パサコナウェイから与えられた。開拓者のトマス・ヘール、ヘンリー・パーマー、トマス・デイビス、ジェームズ・デイビス、ウィリアム・ホワイトが初代の調整委員になった。小さな訴訟を終わらせるために指名された、最初の判事はロバート・クレメンツ、ヘンリー・パーマー、トマス・ヘールだった。 この同じ裁判所で、ヘイブリルからアンドーバーまで道路を作るよう、指名されたのが、ジョン・オズグッドとトマス・ヘールだった。礼拝の多くと呼ばれる、大きな多くの木の下で礼拝を行ったのもこれら、初期の開拓者たちだったと言われている。1851年のヘイベル州ヘンズ1902年に、ヘイベルを訪れたセオドア・ルーズベルト大統領長の名は、イングランドのヘイベルにちなんで解明された。 開拓地最初の牧師ジョングオードの出身地に敬意を表したものだった。最初の開拓地は現在のウォーター通りとミルドー市の各周辺にあり、リンウッド墓地と埋葬所に近かった。死の父ウィリアム・ホワイトの家が現在も建っているが117世紀と18世紀に拡張され改修されてきている。ホワイトコーナーはホワイト家のために名付けられ、ボストン美術館にある。 ホワイトファンドも同様である。ナサニエル・ソルトンストール判事が17世紀にセーラム魔女裁判を主催する者として選ばれた。しかしソルトンストールは、この裁判がいかがわしいものであると判断し、関与しないようにした。歴史家は、ソルトンストールが裁判に関わることを躊躇したことが、この裁判で最も多くの犠牲者を出した隣町のアンドーバーほど魔女のヒステリー症状が深く、 根を下ろさなかった理由の一つだと考えている。しかし、ヘーベルの多くの女性が魔女だと告発され、その中の数人が、オイアターミナー裁判所で有罪と判定された。最初の開拓者集団の一人、トリストラム・コフィンが宿屋を経営した。しかしその強いビールに対して、街の姿勢に魅力を感じなくなり、1659年にヘイベルを離れ、 ナンタケット開拓地設立者の一人になった。ヘーベルは長年フロンティアの街であり、時としてはインディアンの襲撃に遭い、ヌーベルフランスからのフランス植民地軍が伴われる場合もあった。ウィリアム王戦争の時、ハンナ・ダスティンが1697年のヘーブリル襲撃で捕まえられた後に、カトリック教徒に回収していたインディアン捕獲者を殺し、頭皮を剥いだことで有名になった。 ヘーベルは、アメリカ合衆国で最初に一人の女性を称える、像を建てたことで有名になった。19世紀後半、グランドアーミー・レパブリック公園に、ダスティンを記念する像を発注したのは、毛織物工場の大物である、エゼキエル・ジェーム・ヘールだった。ダスティンの像は斧を振りかざし、アベナ貴族の逃避数枚を見せている。ダスティンが、捕虜になっていた時の話やその後の脱出。 さらに捕まえた者への報復は、著作家コットンバザーの注意を引き、彼女に関する作品を書き、彼女は植民地の指導者からインディアンの頭皮に対して、報奨を要求した。ハンナ・ダスティンは、その生涯を通じて論議が多く、彼女が逃げるために殺して、頭皮を這いだというインディアンは彼女を捕まえた者では、なく、また殺した者の中には幼い子供もいたとされた、ことから、 さらに議論を読んだ。1708年、安城戦争の時、当時30家族がいた町は、フランス人、アルゴン金属、アベナ貴族インディアンに襲撃された。他の多くの町と同様に、ヘーベルは何度か薬病にも災いされた。1735年11月17日明けら1737年12月31日の間で、ヘーベルでは256人の子供が、 ジフテリアで死んだ。ジョージ・ワシントンが1789年11月4日にヘーベルを訪問した。ワシントンはニューイングランドを巡行する勝利の巡回の途上にあった。1826年インフルエンザが流行した。1828年禁止協会が設立された。ヘーベル住人は奴隷制度廃止を早くから訴えたものであり、市内には 地下鉄道の停車駅として機能した多くの家が残っている。1834年、アメリカ反奴隷制度協会の支部が市内で組織化された。1841年、ヘーベル市民が連邦議会に対し、北部の資源が奴隷制度を維持するために使われているという根拠で合衆国を解体することを請願した。 ジョン・クイン・シー・アダムズが1842年1月24日にヘーベル請願書を提出した。アダムズはその請願に否定的回答をするよう道義を出したにもかかわらずこの請願書を提出したことで自分を批判させるようにもした。さらにヘーベル生まれの詩人ジョン・グリーン・リーフ・ウィッティアは小裸な奴隷制度廃止論者だった。ヘイベル ボストン駅馬車会社は1818 18年から1837年まで運行していたが、その1837年に鉄道がアンドオーバーからヘイブリルまで伸びてきた。その後駅馬車会社ノーザンイースタン駅馬車会社に改名した。ヘイベルに大きな勢いを与えたのはエゼキエル・ヘイル・ジュニアとその息子のエゼキエル・ジェームズ・マディソン・ヘイルだった。1835年夏、 ウィンター通りのレンガ作り工場がエゼキエル・ヘール・ジュニアさんによって建設された。1日に600ヤードのケオリ・フランネルを生産することが意図された。1845年の火事で創業できなくなった時に救援に来たのが21歳でダートマス大学を卒業した息子のエゼキエル・ジェーム・ヘールだった。息子はヘールズ・ホールで工場を再建し、その大きさは2倍に。 生産量は3倍近くになった。息子のヘールがヘーベルの大物になった。修正院議員を一期務め、地域で大いに崇拝された。病院や図書館を建設するために多額の寄付を行った。ヘーベルは1870年に市として法人化された。1882年2月17日早朝、大賀が市内の工場地帯の大半を破壊し、 炎は10エーカーに広がった。消火活動は当時の消火設備が原始的であっただけでなく、強風と凍るような気温が災いした。近くにある水源のメリマック川が凍っており、氷の下につけられた消火ホースも凍ってしまった。ニューヨークタイムズが翌日300の企業が破壊され、被害総額は200万ドルに上ると報じた。1897年、ヘイベルは ブラッドフォードの街を併合した。ブラッドフォードは、元は、ローリーの街の一部だった。当時は、ヘイブリルの製造業が富栄えていたので、ブラッドフォードにとって有望な併合とみなされた。しかし、ヘイブリルの国際的に著名だった靴製造業が、世界強行後に衰えた。歴史家は、新しい工場や装置への再投資がなかったことや、より安価な製品が輸入されたことを、 この産業の衰退原因として挙げている。1898年、元は加工場の労働者で、協力食料品店の店員だったジョン・シーチェイスを市長に選出し、アメリカでは初めて社会主義者を市長に選んだ都市となった。チェイスは1899年にも再選されたが、翌年は落選した。1926年、別名祖皇賞とも呼ばれる。 ヘーベル熱病の名前のもとになった。20世紀初期、市内の製造業は海外からの低価格製品が輸入されたために圧力を感じるようになっていた。世界恐慌が経済不況をさらに悪化させ、その結果市の指導者は1950年代と1960年代に熱心に都市再生の概念を推進するようになった。メリマック通り北側の大半。 ウォーター通り沿い連邦様式の家屋の大半、中心街の全体を壊すために、かなりの連邦予算を受け取った。市の象徴的な建物の多くが失われた。例えば、オットフェローズホール、旧市役所、第二集会所、ペンタケットクラブ、旧図書館があった。この都市再生中に、象徴的な高校、すなわち漫画家、ボブ・モンタナのアーチーコミックに印象を与えた校舎が、 誤って不健全と宣言され解体されるところだった。その代わりにメインストリートにあった歴史ある市役所が解体され、市はアーチーのギャングの高校校舎を新市役所として使い始めた。都市再生は議論が多かった。指導的な市民数人が解体よりも保存のために資金を使うよう主張した。その計画はヘーベルでは認められずメリマック通り、 リバー通り、メインストリートの全域を含む歴史ある中心街の大半を解体する道を選んだ。しかし、市内建築物の例は、ほとんど4世紀にまたがり、豊富にあった。初期コロニアル様式から、中心街にあるヘーベル民港のような1960年代の現代建築まである。市内の中心街に隣接するハイランズ地区は、 ヘーベルが靴製造の都市として栄えた時代に建設されたビクトリア様式邸宅の様々な例がある。21世紀、ヘーベル中心街は小さなルネサンスを経験した。住宅の傾向は長く市長を務めたジェームズ・ J ・フィオレンティニが指導した地区割り再設定と組み合わされ、放棄された工場を取り払うための連邦都市の資金を使い、いくつかの廃工場を ロフトアパートと集合住宅に転換することになった。中心街の休校場地帯に公的及び民間投資合計で1億5000万ドルが投じられた。さらにワシントン通り地区は食事と娯楽のスポットとなり、連邦、州及び地元の資金がグラニット通りのガソリンスタンド除去に貢献し、平地にして350台分の駐車場となった。市は中心街に 新しいボードウォークとボートドックを設置するために、連邦と州と民間の資金を獲得できた。近年、市は、フィオレンキニ市長が提案した、中心外築指定再設定を完了し、アーティストが住み働くスペースとし、教育目的で使われるようにした。この市の努力にもかかわらず、旧ウールワース百貨店など、古い建物は空室のままであり、利用されていない。現在は、 メインストリートとメリマック通りの交差点で40年間見たばりのままになっている。ヘーベル市にはノーザンエセックスコミュニティカレッジの市キャンパスがある。ブラッドフォードカレッジは2000年に閉鎖されるまで教養系教育を提供していた。2007年ザイオンバイブルカレッジ、現在のノースポイントバイブルカレッジができた。近年マサチューセッツ大学ローワール校がヘイブリルに 衛星キャンパスを置く計画を発表し、ノーザンエーセックスコミュニティカレッジで、いくつかの授業を始めた。夜のヘーベル中心街とメリマック川ヘーベル市は、北緯42度46分41秒整形71度5分6秒、北緯42.77806度整形71点。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は35.6平方マイルであり、 このうち陸地33.0平方マイル、水域は2.7平方マイルで、水域率は7.47%である。ヘイブリル市は面積で州内第60位、エセックス郡の市と町では最大である。市内をリトル川とメリマック川が流れている。メリマック川がブラッドフォード地区を市内の他地区と分けている。最新アメリカ地質調査所分地形図によれば、 市内最高地点は標高335フィートある、ほぼ同じ高さの2つのコブである氷耐久、エアーズヒルにある。市内にはいくつか池や湖があり、またゴルフコースも3つある。ヘイベルの北東はメリマック町、東はウェストニューベリー町とグローブランド町。市の中心はローレンスの北東に8マイル、ニューハンプシャー州マンチェスターの南東に27マイル。 ボストン市の北32マイルの位置にある。最寄りの小型飛行機空港は、ノースアンドーバーのローレンス市民空港である。最寄りの主要空港は、ニューハンプシャー州マンチェスターのマンチェスターボストン地域空港、国際便なら、ボストンのジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン、国際空港がある。ヘーベル駅、アムトラック及び、マサチューセッツ湾交通局通勤線のヘイブリル線の、ヘイブリル駅は、 ワシントンストリートにあるアムトラックのブランズウィックとボストン間の中高中距離列車ダウンイースター号が1日後往復停車するマサチューセッツ湾交通局通勤線ヘイブリル線でボストンの北駅からブラッドフォード駅とヘイブリル駅を利用できるメリマックバレー地域交通局が地元のバス便を運行しているヘイベル市は週間高速道路495号線が 通っており、市内に出口が5つある。市内を通る修道は97号線、108号線、110号線、113号線、125号線の5本がある。108号線、125号線はニューハンプシャー宗教が北端である。その先はニューハンプシャー修道となる。108号線以外の集道は少なくとも一部が町の道路と合流している。 メリマック側には道路橋6本と鉄道橋1本がかかっている。2010年、米津橋を60フィート下流に掛け替える計画が始まった。工事期間は2年、内市3年、費用は約4500万ドルと見込まれている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。タタソール農園。 ジョージ・ワシントンが1790年代に行った勝利の巡行でヘーベルを訪れ、ヘーベルは最大級に美しい村だと宣言した。その訪問を称え、メリマック通りの一部をワシントン通りと改名した。ワシントン広場も同様である。ヘンリー・ホードは市内の歴史ある有料協料金書の一つを取得し、それをミシガン州ディアボーに所有する。 グリーンフィールド村に据え付けた。それは、マサチューセッツ州中央部にある歴史あるオールドスターブリッジビレッジの印象が、フォードの計画には一部入っていたと考えられている。ブラッドフォード古門にある白い教会のデザインや指な、プロポーションにも印象を受け、その大きさを測定し、資金を集め、その複製を国内のあちこちに建設した。ヘーベルを訪れたその他の著名人には、 多くの大統領もおり、若き日の作家ヘンリー・デイビッド・ソローは19世紀に土地測量士という仕事弟子を訪れていた。画家のヘンリー・ベーコンはヘーベルで生まれた。ハリウッドの大物、ルイス・ビーム・エイヤーはヘーベルで一連の劇場の一つを運営することで、そのショービジネスを始めた。元の捕鯨業者ローランド・エイチ・メイシーは1851年にメリマック通り、 現在の A-1 デリの場所で最初の看物店を開いた。この店は後の名シーズ百貨店の前身となり、この中心街で最初の感謝祭パレードを開催した。ヘーベルはコミックのアーチーに大きな印象を与えた。その創設者、ボブ・モントナはヘーベルに住み、1936年から1939年までヘーベル高校に通った。彼は 急行高校舎にリバーデール高校を置き、登場人物のアーチー、ジャグヘッド、ベロニカ、ベティ、レジーなどをヘーベル高校の旧友とした。アーチーコミックのチョクリットショップは1930年代に実際にメリマック通りで営業していてチョコレート店かヒントを得ていた。アムトラックはメイン州ポートランド市からボストン市まで列車ダウンイースターを走らせており、 その乗客からヘーベルは親しまれてきた。車掌はこの地をメリマックバレーの王冠に乗る宝石と言っている。その他著名な住人には次の者がいる。ありがとうございます。